こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。そして今日お誕生日の方おめでとうございます。無課金闇属性縛り、無課金サブサバーカ闇属性縛り長老やっていきたいと思います。はい、今日やっていきたいのはですね、なんとおかわり仮面ライダーコラボガチャでございます。僕ね、これお見せした方がいいか。芝居にまでね、仮面ライダーリバイ&仮面ライダーリバイ、バイスか、出たじゃないですか。まあ、ちょっと欲しくなって、このアカウント。闇属性縛りやのに持ってないっていうのが、ちょっとね、もう許せなくて、もう自分で自分が許せないね、もうほんま。ちょっと、なんかもう、メンヘラみたいなこと言ってますが。はい。あと、ブラックさんがね、あと1体いればね、ブラックさんループできるんですよ。あと、シャドウブーンも1体欲しいし、何よりね、このディケイドを持ってないんですよね。ディケイドも欲しい。し、あと、ブラックも欲しい。はい。というところでね、もうそこだけ、もう用事があるのはほんまそこだけなんですよ。そこを狙ってね、もう、ガチャね、引いていきたいと思います。さあ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 。購入履歴、無料配布分、34個でございます。めちゃくちゃ今眠いです。もう、だって4時25分ですもん、朝の。はい。で、音量控えめなんで、そこは申し訳ないです。はい、そうだね。いやお見せした、お見せしましたよね。もう、多分お見せしたと思う。5回回しますね。1回1回、僕は噛み締めて弾いていきたいと思います。それではね、まずはダイヤから、まずはダイヤから、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 よし！おっ！これワンチャン。リヴァイ、バイス、リヴァイ、バイス。リヴァイ、バイス、おー、カブト。カブトはね、結構ね、武器が優秀でね、もう、火のたこ焼きはついちゃうんですけど、7コンボ強化武器になったり、指ついたり、あと、ルーレットね、ちょっと上焼きとかできたり、ダメージ激減とかできたり、もう全然ありなんで、しかも、最悪ね、交換弾になるんで、ありです。ありがとうございます。それでは、2回目いきましょう。はい！じゃあ、iPhone 元。いやー、銀卵か！金玉なら、ポッピー。ポッピーはね、あんま死なんないんですよね、ポッピー。5体持ってるけど。なんか、メダルに変えようかな、ちょっと。さあ、3回目いきましょうか。はい。僕、空振った時って大概ダイヤ出るんですよ。空振った時、最近ダイヤ出る確率多くて。いやー、これ、着せ替えの子じゃない？元迎え。ごめんなさい、大きい声言ってらっしゃいました。あ、でも L 字に無効貫通、あ、割と優秀ですね。はい、割と優秀。それだ、これが3回目か。3回目、毎回ちょっと僕無課金やけど石全突破してるけど大丈夫かな。いやー、くっそ、これはやばいやばい。運気が悪いよ。あ、まあ龍気は好きなんで OK ですね。ほんまに日の列武器は全然用事がないんですよね。もうコレクション用に、まあ置いとこうかな。さあ。え？ラスト？かずまっちゃってた。ラストか。うわ。じゃあもうラストね、闇属性ということで、錬成陣なしで、この前ご説明したと思うんで、はい。錬成陣なしでいきたいと思います。眠たい。それでは。これダイヤ入りました。ダイヤ入りました。錬成陣なしでダイヤを錬成したいと思います。いやー、うわー、ダブル。いやー、そうだ、結果見ていきましょうか。仮面って打とうと思ったけど、上4つですね。そうだ、カブトが来たことによってもしかして交換できる、なんかちょっと交換状見てみよう。絶妙に持ってないディケイとか交換できない。でもブラックなら交換できるけどね、風神もね、まだ闇属性進化させてないんで、いやー、シャドウムーンは？シャドウムーンは、もう論外ですね、ちょっともうブラックさんを入ってる時点で。ブラックは？全然赤。
いやー、またどっかクエストクリアするか。闇属性芝居でどこまでできるかな。いや、ディケイド欲しかったな、ディケイド欲しかったな。ちょっとね、極性進化してない、モンスターキャラがいないか、チェックしていきます。いました。闇カーリー。水闇カーリーがいますね。これは別にあんまりね、正直あんまり用事ないんで、ちょっと闇カーリー、水カーリーを退化させて、いきたいと思います。カーリーめっちゃ持ってる、貴族性とか。それでは、退化させます。弾が、一体だけね、耐えてなかったんで、もう一回ちょっと調べてきます。はい。はい、エスカマリがね、ちょっと極性をちょっと崩したんですけど、まあ、エスカマリやったらまた来てくれるかなって信じて、ちょっと、最後にね、ディケイド交換したいと思います。一体も持ってないのはね、ちょっときついんでね、やっぱり。よいしょ、いらっしゃいませ。いやもうね、闇属性のね、多色でね、これめちゃくちゃもう貴重なんで、LG で、しかもマシン攻撃で、今入るマシン属性持ってるし、で、上限解放も解放されるし、操作時間回復力、マシンの攻撃力 1.5 倍になるし、これはね、やっぱ持っときたかったんですよね、どうしても。はい。それでは、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。もしね、この動画が良かったよっていう方いらっしゃいましたら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ああ、もう5時になる。やべ、もう寝ないと。この動画、もういつ出てるか分かんないんですけど、頑張って編集して、目合いとらへん、頑張った今日。あと、概要欄に、活動一覧という欄がありまして、そこに、SNS、僕に積み込んだ、全部積み込んだ、リンクが貼ってありますんで、そちらも、ぜひね、何か、気に入ったものがあれば何か一つフォローしていただけると嬉しいです。それでは本当に最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。また次回。僕はもう寝ます。